はい、どうも皆さん、トライアングルです。というわけで今回なんですけど、皆様、はい、もうタイトルと多分サムネを見てもらえばわかると思うんですけど、今回、よりいち VS、呪術廻戦のキャラクターやりたいと思います。で、まあ皆さんわかりますよ、もうよりいちに絶対勝てないじゃんと。はい、まあ過去、まあとりあえずまず1回やってます。まず、まあちょっと話しながらやろうかこちらよりいちですね。よりいちと、呪術廻戦のキャラクターで戦わせようとすると、まあね、もう多分、でも分かんない、意外とあれか、そのなんだろう、おっこつくんの愛の力でワンチャン勝てるかもしれないんだけど、まあ普通にこうやってねやっててもね、もう対戦ムービーも映像、あ、多分対戦の曲も今流しておりません。もう多分いつものあの曲です。あのいつもの曲を流してると思うんですけど、もうそれぐらいもうよりいちの圧勝になっちゃう。あ、でもここでどうだろう、ワンチャン愛の力で、愛の力で粉砕できる。あ、でもまあ今おっこつくんダメージ与えたんじゃない、あれワンチャンあるか、これ愛の力が、愛の力が発動する前にやられまーす、やられまーす。しかしどうでしょうか、ダメージがほとんどありません。で、内黒当時も出しても、まあこんな感じでもうポン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 やられてしまうわけですよ。で、どうだろう、無力者でワンチャン勝てるとかあるのかな、領域展開とか。でも領域展開出す前におそらくね、やられちゃうし、もし領域展開を出したとしても、領域展開中もよりいち攻撃することができるので、チーンってなってる間にもやられちゃうんですよ。で、絶対これ勝てないと。まあ、これはまあ完全に分かりきってることなんですけど、じゃあ、その前、鬼滅の刃の全員 VS、その、老化したよりいちで、前戦わせたんですよね。その、老化よりいちで戦わせたら、結構なんだかんだ、ドーマがなんとかちょっと頑張ってくれたんですよ。だから、こちらですね、これ。これ、老化。老化を何個ぐらいだったかな ?7 個ぐらい与えたんで、前は。だからさすがにちょっと5個ぐらい与えて、果たしてこの5個与えたらその鬼滅のキャラに勝てるのか、じゃあやってみましょう。1、2、3、4。あ、でもこれ確かあれだわ、回復させれないんじゃなかったっけ、なんかこれが効かないんじゃない、確かだけど、これやってもさ、確かだけどね、これやってもなんか結局一発バチンってなんかダメージっていうか受けると、ちょっとやってみるか。あ、跳ね返されます。はい、ありがとうございます。いや、仕方ない。体力100。あ、大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。あ、よかった。オッケー、戻りそうですね。では、この状態で、じゃあ、まあ、5個与えたらさすがにいけるんじゃないかなということで、やってみましょう。では、いきます。じゃあ、体力150になったね。さあ、果たしてどうだ?こっからは多分曲が流れてると思うんだけど、まあ、老化ってじゃあ何なのってことなんですけど、ほら、これ明らかにスピードが違うじゃないですか。もう、スピードが、もう、ゆっくり、もう全然移動できない。跳ね返されます。いや、でもしかもほら、見て、五条じゃない。上五がかなり耐えてます。耐えてるし、まず、攻撃力が下がります。呼吸の回数が下がります。移動スピードがこんな感じでめっちゃゆっくりになります。で、多分防御力はどうなんだろうね。ちょっとわからんけど、まあ、間違いなく、もうどうだろう、力が、まあ、4分の1番になってんじゃないかな。もう相当老化すると、落ちます。でも、5個じゃまだいかんか。もうこっから、何個あげればいけるかぐらいの感じしてるか。次7個ぐらいにしようか。前、鬼滅の刃の時に、まあ、かなりダメージを与えたのが7個。でも、それでも確か全然勝てなかった気がするんだよね。で、先ほど、かなり、ダメージを与えることができたおっこつくんだが、どうだ?いやー、これ、愛の力をなんとか耐えることができれば、5個だったらさ、おっこつくんやられる前に愛の力打てんじゃないか?愛の力で、来たー!愛の力!愛の力!あれ?え?待って、愛の力最強?もしかして。え?愛の力ってさ、これもしかして、これモブキラー、え、待って、モブキラーなんじゃない、これなんじゃない、愛の力って。まさか、すべてのキャラを確実にほふる、この、モブキラーなんじゃない、えそれぐらいの多分、今、すげえ、え、これさ、ワンチャンさ、ちょっと待って、これ、おっこつくんさ、この、老化してなくてもさ、老化してなくても愛の力さえ打つことができれば、これ、いけんじゃない?夜一に。いやー、こうなるといかんね。こうなるといかんけど、ちょ、2体ぐらい出そうよ。2体ぐらい出して、ワンチャンなんかどっちかが言ってくれる愛の力打てば、バイバイした、バイバイした。グッバイ。ちょっと待って。
話をして、ちょっとこれちょっと別の検証になっちゃったけど、これ愛の力、いけ愛の力、打て愛の力、愛の力だ、愛の力不滅なり、どうだ、いけ、ダメか、紫紫出ろ紫、あーダメか、いやーこれ出る前にダメだ。じゃあ廊下を何個か2、3個つけただけでもいけるのかな。まあでもこれあれですね、確実に廊下で勝ちました。まあ、でもまあちょっとこの愛の力はちょっとせこいんじゃないかと私は思うんですよ。まあそれはね、あの乙骨家の力だから、それはもちろんね、まあこれは勝ちですよ、勝ちだけど、ちょっとさエクストラ的な感じで、まあちょっとさ、あれはもう無敵すぎたからね。おいもうほらちょっとダメージ入ってんじゃん。いや乙骨くんがあれなんだな、多分突破口だね。5個にしてちょっと乙骨くん抜いてやってみようよ。うん、そうだね、そうしよう。これでどんだけいけるのかっていう、1、2、3、4、5でしょ。んで上げる、でこれでどう、あ、オッケーオッケーオッケーなってますね。ではジョーゴいきます。改めて、いやこれ、おー外観鉄線、どうだ外観鉄線で、いやしかし外観鉄線でもダメージが、残念ながら入っていないと。いやー外観鉄地線ですら無意味と。まあでも移動スピードが遅いからね、まあこれがかなり大きいんじゃないか。これ一斉に3体だ、本当は5体全員出したいんだけどね。あれでも呪術回戦だとね、鬼滅の刃とかと違ってさ、残念ながら全員攻撃し合っちゃうんだよね、全員が全員敵だからさ。さあそして、あー 0.1 与えました。はい、すごいと思います。いやでも当時もまだいるかな、当時はこれ一応通常攻撃扱いになるからワンちゃん結構ダメージ与えれるんじゃないのかなって僕は思ってるんだけど、そんな時期が僕にもありましたっていうことにならないよね。でもマコラも結局でも通常攻撃だからな、当時と一緒だからな、どうなんだろう。なんとか当時一発でもダメージ与えてくれ、いいぞいいぞ、いけ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 、あーダメージが入りません、ダメだー、残念無念、また来週。じゃあ次、はい、少な少な、さあどうだこれさ、このよりいちのこのスピードプラスこの廊下で攻撃力が下がってるということで、領域展開を早めに打つことができれば、スクナでも領域展開の技が出るんじゃないか。これ早く領域展開打って、スクナスクナ領域展開出さないとこれ勝てないぞ、スクナ頑張れ頼む、いや来た来たー、さあどうだ、わお全部跳ね返しちゃう、スペッチスペッチ跳ね返しちゃう、違うNo! ちょっと待って、NO! Oh yes! ムロクシムロクシムロクシ勝った勝ったこれはもう速攻出した、五条先生の勝利です。これ今出したらどうなの、今出せんのこれ、あ、出せるわ、出せるけど、出せて、どうだこれ、今どうなってんだこれ、これどうだ、やってんじゃない、やってんじゃない、あ、どうだ、あ、でもダメージは、ダメージは入ってない、どっち、いや、これはまあまあまあ、五条先生の勝ちだけど。あ、ダメージ入ってる。ちょっとダメージ。ああ、倒したんじゃない今。生き残ってるのは今、誰か今いたね、ここに。誰かここにいたぞ。生き残ってるのは五条先生やはり強かった、五条先生。いや、ちょっとすごい、これ、横がすごいんだけど、あれどうしよう、これ多分バグっちゃったわ。ああ、消えた。はい、というわけで、今回は、よりいちですね。よりいちを、まさかまさかの呪術回戦、まあ廊下5個つけてですね、廊下5個つけて、呪術回戦側が結構でも勝ったわ。おっこつくんの愛の力がやばいってことは知った。もう今後ちょっと気をつけよう、これからちょっと呪術回戦の動画増やすんだけど、サバイバルも多分やっていくと思うんで、おっこつくんに挑むのはやめよう。はいというわけで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあお疲れ様です、バイバイ。あ、ちょっと待って、ちょっと待ってね、プレゼントしようか、うん、プレゼントだ、素晴らしい怒られる